鹿児島県第1区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止時の定数は4。1992年の公職選挙法改正に、伴い第40回は、天見群島選挙区を1区に編入、実質定数は1削減された。 現在の鹿児島1区と鹿児島2区の全域と鹿児島3区の一部。1992年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数73万5459人。 投票率 69.、69.71%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行。当日有権者数、618,628万人。投票率 73.、73.16%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。執行当日有権者数、60万7,135人。 投票率 72.、72.15%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数、59万8915人。投票率 60.、60.96%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日有権者数、57万5996人。投票率 73.、73.94%。 第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、56万9704人、投票率 69.、69.89%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、54万8274人、投票率 75.、75.84%第33回衆議院議員、 総選挙12月10日執行当日有権者数、51万2908人、投票率 75.、75.17%第32回衆議院議員。総選挙12月27日執行当日、有権者数、49万5724人、投票率 68.、68.58%第31回衆議院議員。 総選挙1月29日執行当日有権者数45、453 23。239人投票率 78.、78.00%、第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数、44万5157人、投票率 73.、73.18%第29回衆議院議員。 総選挙11月20日執行当日有権者数43万2504人投票率75.47%第28回衆議院議員総選挙5月22日執行当日有権者数43万8442人投票率74.26%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行 当日有権者数、417,737人、投票率 77.、77.26%。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、397,599人、投票率 76.、76.82%。第25回衆議院議員、総選挙10月1日執行当日有権者数。 39万4108人、投票率 78.、78.14%第24回衆議院議員、総選挙1月23日執行当日、有権者数、37万1587人、投票率 72. 72、72.72%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、34万4169人、 投票率65.25%ありがとうございます。